モノコトイノベーションは日本全国の中高生が企業からのテーマ課題に対するアイデアを考え、それを形にして競い合うプログラムです。企業とコラボレーションしながらプロトタイプまで作っていく本格的なものづくりが特徴で、すでに商品化に向けて開発が進んでいるものや特許出願中のものなど、たくさんの魅力あるアイデアがこのプログラムから生まれています。もう話していくうちにどんどんほぐれてきて、で企業さんと僕たちとで人間仲良くなってきて、最後にはもうなんか対等な立場なんじゃないかってぐらい打ち解けて良かったです。企業の方が関わることがすごく多くて、企業の外でもいろいろインタビューしたりトレーニングしたりして、その学校では全く経験ができないことをこの方に経験させてもらって、中高生がガチでこのプロトタイピング、まあ、企業と一緒にものを作ったり考えたりデザインするときってことづくりっていうのはやっぱいっぱいあるんですけど、その中でものを作るっていうのはそうそうないと思うんですよ。この物事期間中は本当にもう人生で一番の密度で失敗を経て、今までもやるにしたプロトタイプの家族とか、これからの人生でなんかこうなんかアイデアが詰まった、なんかすごい詰まったとかに、まあ、なんか活かせるような経験になったかなと思います。本当に予想以上を超えてくる、やっぱりこう中高生とか大人と違う目線ってすごいなっていうアイデアが出ていた楽しさみたいなことを、あの夏から皆さんを終わったなっていう、少しいい機会になります。参加する中高生の皆さんが最高にワクワクドキドキする5日間を僕たちは用意しています。皆さんも世の中をワクワクさせるアイデアをぜひぶつけてください。皆さんのご応募お待ちしてます。どんどんどこまでも成長できる、たくさんの人と出会うことができた、自分の言いたいことを言う夢のものを言ったら、夢が出せれば